板取雄二を林正人と申します。板取雄二、佐藤里雄二なんで、もうそこがもう名前からも似てるんですけど、あと身長も173センチで、私171から170、調子いい日は2位ぐらいなんで調子って何あんまり重力を感じてない、感じてないけど、本番に向けて今、私の体の方も鋭意制作中ということですので、ぜひご期待ください。僕はもう本当にこの役がどうしてもやりたくて、もう自分ができることをもうとにかくやろうと思って、あのアクロバット、ダンス、お芝居も全部あの披露させていただいて、で結果今こうしてここに立てていることに本当に感謝しかありません。こんなかっこいい野原ちゃんをできるんだろうかっていう不安も、私なりにその不安も全部力に変えて、この役に挑戦したいと思っております。に出演できること、大変光栄に思います。あのパンが好きっていうところ似てるかなっていうのと、あとあの身長が7ミって184センチくらいっていうのを書いてて、僕181ぐらいなんですけど、調子いい時183同じこと言ってる。あー、すいません。真人は人間の負の感情から生まれた呪霊でして、まあ、でも皮肉にも誠の人という字を書くっていう、なんかもうすでに個人的にすごく奥行きを感じてるんですけど、そうですね、あの個人的にすごく、大ファンでして、これが舞台化するんだったらな、うわ俺やれる役ないかな、あーゲトーぐらいかなって思ってたんですよこのお話をいただいた時にゲトーって聞いたら、ゲトーって言われてやったーってなった、思い出があります。この作品のファンの皆様と共に、僕自身も、呪術廻戦を愛し、そしてこの五条悟という、キャラクターをですね、精一杯に、心を込めて演じ精進してまいりますので、ぜひよろしくお願いいたします。和田君、カメラの位置どこだか分かってないそうですよ、これメガネのせいで分からないわけじゃないやっぱ男は背中で見せるかなと思って、そのどこのおでこのどこにするかっていうバランスだったりとか、そういうのはすごいやりましたね。あとはすごくあの、あ、ちょっとすいません、肌毛ちゃいました下の、けさの下の方の膨らみとかを持たせたいということで、最終的にこの撮影の時にはですね、あのバレエの人が着るパニエっていう、女の子が着るあのフリフリのやつあるじゃないですか、あれを人生で初めて履いて、まさかゲトーすぐるやる時にパニエを履くとは思いませんでしたそれじゃあ本番ももしかしたら存在するかもしれないそうだね、だから楽屋パニエで歩いてるパンダ、パンダ、パンダです、完全にパンダですよ。それ伊地さんがめっちゃ伊地知さんだな、伊地知は編集部でも話題になってるぐらいあ、やりましたジャンプで嬉しいですし、日常的に感じる不満とか不安、いろんなことをマイナスの、要は負の感情が、皆さん必ずあると思いますので、持ってきてください。吹っ飛ばしますから、よろしくお願いします。